皆様こんにちは。今日はアマゾン限定ブランドナフエアさんの空調服のご紹介です。最初にアマゾンの商品ページから見ていきましょう。このアマゾン限定ブランドというのは、簡単にご説明すると、アマゾンだけでしか販売していませんよという商品になります。いろんなカテゴリーにこのアマゾン限定ブランドの商品は存在するのですが、どれもコストパフォーマンスが高い印象で、個人的に普段の買い物でも購入することが結構あります。空調服もだいぶ定着してきましたが、今回特筆すべきはバッテリーとファンもついて1万円を切ってきたこのコスパの良さです。口コミが一件もないのが気になったのですが、Amazon の取り扱いが2022年4月7日と先月からの新発売の商品となっているようですね。旧商品との違いはバッテリーも追加し、すぐに使えるフルセットになったこと。またファンを横に配置し、椅子に座った時に背もたれに当たらないように改良されたようです。それでは早速開封してセットしていきたいと思います。今回は洗浄用に XL サイズをご提供いただきました。サイズ表も掲載がありましたのでご参考ください。商品内容はウェア、ファン、バッテリー、ケーブル、日本語説明書となっております。普段空調服を使われる方は特に迷うことなく簡単にセットできると思います。まずファンのリングを反時計回りに回して外します。リングをベストの外側から取り付けます。次に内側を取り付けます。ケーブルをファンとバッテリーに接続したら完了です。バッテリーはここに収納できます。とても簡単ですね。ちなみにお洗濯をする際はバッテリーもファンも必ず取り外してください。ウェアの生地はポリエステル 100% で、薄くて軽くシワになりにくいです。速乾性と伸縮性も備えているので、汗をかいた時乾きやすく作業にぴったりです。表面には撥水加工と UV カット機能を施しているので、マイナス5度の遮熱効果を実現し、紫外線もカットします。バッテリーの充電はタイプ C でもマイクロ USB でもどちらでも充電可能というのはいいですね。風量は3段階に切り替えできて、バッテリーがフル充電の場合、強で7時間、中で10時間、弱で16時間連続稼働します。それでは船長に実際に着てもらいましょう。色は何にでも合うグレーネズミ色、着てみます。一回着た感じをね、いいじゃん、伸びますね。伸びるけ、ここ空調服はここが閉まってないと涼しくないけどね。戦場カメラマンのですちょっとつけてみます。ここですね、これ猫が逃げましたね。こんな感じで全部通ってますね。これ分かる？ああ、涼しい。これで
後ろから、ね、これで夏も快適。音もし、音めっちゃ静かだ、ね、音は静かですね。ちょっと弱ですね。あ、音がすごい静か。涼しいし。どうですか？釣りに、アウトドアに。いいですよ。いかがでしたか？アマゾン限定ブランド、ナフエアさんの空調服は、仕事にはもちろん、釣りや夏のお出かけにも大活躍しそうですね。熱中症に気をつけて元気にお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。